りクラブをご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、お元気でしょうか。池田邦彦です。今日はですね、ちょっと兵庫の選挙のこともあるんですけどね、日本の主婦の捨てるゴミという題で、気軽な話をいたしますが、日本はですね、ゴミをリサイクルすることがほとんどできないんです。なんでできないか。昔ですね、今のマスコミが言うのは、その頃気がついてなかったんですよね。ドイツがリサイクルしてるとかね、イギリスがリサイクルしてるってマスコミが言うもんですから、NHK なんか毎日のように、少しご年配のご婦人を出してね、リサイクルする、リサイクルするって言ってたんですよ。ねえ。で、その頃僕ちょうどよくヨーロッパにですね、行く機会がありまして、しかも材料系の学会に行ってるったもんですからね。そこでドイツ人とかいろいろ会うとね、盛んにリサイクルをされてるそうですけど、っていうのを話をしたらね、ほとんどそれに返事がなかったんです。それで、公的なデータがありますから、調べたら、私の感じではですね、ドイツのリサイクルが一番盛んな時にリサイクル率 8%。それからイギリスが一番盛んな時 1.5% でしたね。それ以上行くことはありませんで、もう今はずっと少ないですけどね。それで日本はもうみんなリサイクルしてる、ミサイクルしてるっつってね、林立てまして、マスコミが林立てることが嘘であるってことはその頃気がつかなかったんですからね。それで日本も1990年代にリサイクルを始めて、大きな経済停滞の一つの原因になりましたね。30年間の経済停滞の一つはですね、やっぱりマスコミの間違った煽りであったと。まやかしであったと、いうことですね。しかしそれ以外にですね、もう一つ日本ではリサイクルが無理な理由があるんですね。日本というのはもともとですね、人間が命を失いますと、ヨーロッパは土に埋めるんですけど、日本は焼くんですね。それから、いろんな家具だとかそういったものもですね、日本は大体長くても20年と言われてるんですね。それで焼いちゃうんですね。ヨーロッパなんか家具とかね、そういうものは非常に長く使うんですね。それは一つは湿気と、それからばい菌ですね、がついたり、腐ったり、湿ったりするんですよ。これは日本の湿度に関係ありましてね。ヨーロッパ行った人はよくご存知でしょうけど、ヨーロッパではよくドアのノブをこう触るとバチンって静電気が起きるんですね。乾いてるんですよ。それから、パリとかね、それからオランダなんかは雨が降ってもほとんど傘さす人いないんですけど、一つの理由は、濡れてもね、ちょっとしたら乾いちゃうんですね。日本みたいに濡れたらもう乾かないっていうのとちょっと違うんですね。そういった気候上のこともあり、文化的なこともありですね。そういうことがあって、日本はゴミは昔から焼いてたんですね。で、ヨーロッパはゴミは大体埋めてたんですね。ちょうど日本で焼いてるゴミが8割。向こうのヨーロッパで埋めてたゴミが8割って言ってですね、8割、2割の関係がちょうど逆になってたわけですね。それは気候の問題、文化の問題なんです。もう一つはですね、日本の主婦のゴミっていうのはね、もう世界で稀に見るぐらい少ないっていうか、慎重っていうかね、これ昔からそうなんですよ。日本人の主婦の出すゴミってのはね、キログラムだいたい500キロカロリーぐらいしかないんです。500キロカロリーとかそれ以下でね、少し水分があるようなやつは、言ってみればベトベトした塊なんですよ。そんなのに火がつかないですね。だから、昔から紙が一緒、プラスチックが一緒で、木材とかね、そういうのが一緒でゴミを出すと燃えるんですけど、台所のゴミつけではね、燃えないんですよ。で、一時ね、リサイクル進めた時に牛乳のパックをね、きれいに洗って水で分別出したりしてましたよ。ねえ、だから、日本人の主婦の捨てるゴミっていうのはですね、到底もう焼くこともできない。焼くこともできないから、一時リサイクルがすごく盛んだった頃、ね、みんながリサイクルできると思って、知識人にごまかされて、マスコミに扇動されてね、それでやったじゃないですか。あの頃のゴミってね、どうにもなんないんですよ。焼くこともできないんです。で、各自治体ではですね、灯油をかけて燃やしてたりしたんですよ。やっぱりね、ペットボトルリサイクルしましょうとかね、ペットボトルなんかちょうど燃料になって、かつ空間ができますから、いいんですよね。全く合理的じゃない方法を、文化人とか、環境の意識高い派とか、それからよくわかんない主婦とかが言うんですよ。で、その後ね、こういうことになりましたね。じゃあ、ゴミはね、発電したらいいじゃないか。全然ダメなんですよ。発電っていうのはね、かなり高カロリーの燃料じゃなくちゃ、マイナスになっちゃうんですよ。発電機ってのは非常に複雑で、
発電もね、そこら辺でほっといて発電させてはいけないんで、まあ、従業員もいればね、監視もいるし、電気の送電系も全部いますからね。大体ね、最低でも今は少しは良くなったかもしれませんが、1800キロカロリーか1900キロカロリーがなきゃいけない。まあ、2500くらいは必要なんですね。キロカロリーで。だからもう、家庭から出るゴミなんか全然ゴミ発電に使えないんですよ。それはね、当たり前のことでね、自然界ってそんなにね、生優しいもんじゃないんですね。で、僕はリサイクルに非常に反対したんですね。まあ、もちろん、リサイクル理論的に計算するともう全然ダメで、新品の石油とか他のものを使った方がずっと資源も少なくて済むし、廃棄物も少なくなるんで、我々がリサイクルするというのは資源を節約したり、なんかエネルギー節約したり、物を節約したり、焼却炉いっぱいにしないようにしたりする、そういうことでしょ。それは逆になっちゃうんですよ。ねえ、だから少しは学問を重視してくれって言いたくなっちゃったんでね、リサイクルしてはいけないっていう本を、ちょうどあれ2000年でしたかね、出しましてね。みんながびっくりしてましたよ。ものすごい怒られましたよ。リサイクルしないとは何事かとかね。マンションの管理人さんからね、もう強力なクレームが来ましてね。今も一生懸命になって、マンションの住民にリサイクル呼びかけて、だんだんみんなが慣れてきたのになんだとかね。そんなこと言ったって。正義は正義。ね、嘘は嘘なんですよ。煽りは煽りなんですよ。まやかしはまやかしなんです。それがちゃんとしてない世界ができちゃったんですね。特に家電リサイクルなんかひどかったですよ。だいたい家電リサイクルをするまでは平均1台あたり500円でやってたんですよ。それを家電リサイクル始めてから1台あたりだいたい3500円ぐらいになったんです。値段だけじゃないんですよ。値段だけ、もちろんブロ儲けしない限りは値段だけ資源を使ったり人間を使ったりするわけですから。それはね、家電でもリサイクルできないんですよ。これはもう最近僕ね、きちっと一つ一つね、具体的な企業の名前なんかも出してるんですけど、日立製作所ってあの会社がね、ごまかして、冷蔵庫とかそういうものの資源の再利用かなんかで、環境対象かなんかもらったんですよ。それがインチキだったんです。そんなこと起こるはずないんですから、冷蔵庫のものをね、リサイクルできるはずないんですから。環境対象変換しましたよ。その時だけど私はそこからね、講演の依頼を受けてたんですよ。したらね、断ってきました。それが暴露されるから。そういうことは日立みたいな会社は昔はなかったですよ。会社自らが嘘をつかないと。この信念が日本を発展させたんです。日本を発展させたのは誠実さとか、恩義とか、慈愛とか、そういったものが国民一人一人がしっかりしてたんですよ。中国とかね、ヨーロッパみたいに、お上が言うから聞くっていうんじゃないんですよ。日本は、僕がよく言うようにですね、日本の宗教は神道はね、教えがないんですよ。教えがない方が日本人はちゃんとしてるんです。まあ今日ね、ちょっと孫のなんか、歌の大会かなんかのね、ビデオをちょっと見ましたら、小学生は偉いですよ。一生懸命歌ってました。あの純粋さがあったら、日本人にですよ。戻ったら、日本は発展しますよ。このブログのコメントもね、意地の悪いコメントがあってね、ああいうひねくれた人が増えたんでしょうね。みんなで日本を良くしよう。真面目に行こうと。誠実に行こうと。ね。この前、2、3日前に、千島列島の守備隊のね、まあ、立派な軍人の話を僕はしてるのに、そのコメントにね、冷やかしのコメントがあるんです。いや、僕ね、ちょっと信じられませんよ。どういう人格の人かと思っちゃうんですね。みんなで一生懸命、昔の軍人の素晴らしさを学び、そしてしっかりした日本を作っていこうというように僕が呼びかけてるのに、それを冷やかしたり批判したりね、なんかわけのわかんないコメントいっぱいあるんですよ。僕ね、どういうふうにショック受けたかったら、コメント自体の内容なんかどうでもいいですよ。そんなね、日本の軍人の立派さを言って、まあやっぱり随分崩れちゃって、兵庫の問題もあるしね、自民党の裏金もあるし、もう嘘だらけになったと、マスコミを信じられなくなったと。それを立て直そうとして頑張ってるのにね、それをね、横から批判する人がいるようじゃね、小学校の歌唱大会に、歌の大会に行ってくださいよ。すごく反省すると思いますよ。あの真面目さね。だからこれが日本が教育の柱にした子供は神の子って。子供に大人は教育できない。なぜならば、
子供は純粋でちゃんとしてるけど、真面目で誠実でちゃんとしてる。ええ、恩義もありますよ。慈愛もあります。子供はね、大人はこのブログのコメント欄のひねくれコメントと同じように汚れてくるんですよ。嘘はつく。グループになって人を陥れる。お金をくすねる。これが大人。だから大人は子供を教育できないっていうのが日本の大原則だったんですね。僕も教育担当してる時はそれをですね、こう胸に秘めてね、一生懸命やりました。まあ、名古屋大学の教授の時はうちの助教授がね、僕の研究室の助教授が、私は武田先生のように全身全霊を込めて教育することはちょっと無理ですと。きちっと学問は教えられますが、やはり立派な人間を作ろうと思って、夜中でもいつでもちゃんと学生の成長のために頑張るという姿勢は私は取れませんって言いましたね。だけど私はね、日本の昔からの偉い人ってみんなそうでしたんですよ。みんな我が身を捨てても、それはシムシ島の戦車隊連隊長とみんな同じだったんですよ。あれ決して軍人だけじゃなくてね、軍人は立派でしたけど、軍人以外の人、学者もね、インチキな研究なんかしない。お金が取れるためにね、変な研究しない。そういう筋が通ってたんです。人が言ってる、例えばね、こういうブログで、僕はこのブログに変なコメントいいですよ。いいって言ったら悪いけど、そんなの気にはしてないんだけど、僕がこれ言うのは、ああいうことをやってたら、ね、このブログ、この真面目な日本をちゃんと良くしようっていうブログに、斜めからケチのつけるような人が存在したらね、日本はこれからもダメになりますね。ええ。だからこの、ブログにああいう変なコメントをする人を、まあ、通用してくれって随分あるんですけど、僕はね、通用しようと思ってたんですけど、やめました。自動的にああいう人がいなくならないと、この日本は良くならないですね。僕の考え、いくら間違ってても、間違ってるとその人が思うとですよ。客観的に正しいか間違ってるかって、まあ、神様ぐらいしかわかんないわけですから、これはしょうがないんですけども、誠意を持ってやってる人を冷やかしたり、貶めたりするような人がいる限り、兵庫県知事選挙みたいになっちゃうわけです。あれもどっちが正しいとか、どっちが正しくないということじゃなくてね、やっぱああいう騒動が起きる。ということが問題なんですよ。そこが問題なんだって、結果ではありませんからね。まあ、結果はもちろん、そのうち正しくなると思いますよ。だけど、みんなが正しくしようとしてるのに、それを壊す人がいたら、やっぱりできませんね。ということで、まあ、日本の主婦の捨てるゴミの問題があり、全く自分で計算もしない、ね、知識もない。ただ、ただ、あの人が悔しいからとかね、リサイクルやるべきだとか、マスコミが言ってるからとか、一回もヨーロッパ行ってないのにドイツやってんじゃないかって言ったりね。そういうことが、やっぱり日本を崩していった。この30年間で日本が崩れたのはまさにそれであると、私は思います。やはり誠実、恩義、慈愛というものを中心としたね、教えはない。日本の宗教に教えがない。一人一人が日本を良くしようと思う。子供を守ろうと思う。その集合体が日本を支えてきたんだと。いうことです。それをコメント欄も含めてね、見ていただけたらいいと思いますね。もちろん、大多数の人はコメントでも一緒に日本を良くしていこうって言ってますよ。それはもう僕も一生懸命やろうと思いますよね。人間というのはそういうもんです。小学生を学びましょう。子供は神の子です。大人がいかに汚れてるか、自分の心がいかに汚れてるか、僕も含めてみんなで反省して、そして日本を再びいい国にしたいと思います。